your day. The one dreaming the weather is really in the morning. The artist, the opinion, the very love, the Beluga は北極周辺の地域に暮らす理由はクジラの仲間です。オスは 4.5メートル 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガの別名で白いイルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。
イルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル、1.5 トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物で食べられると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。Thank you.
10年以上かけて真っ白になります。ベルーガの魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンコなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、メスは4メートル1トンにもなります。ガラスの上手いバリカすごいね。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。そう見えるベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いと呼ばれています。7、8枚ぐらい。しかし生まれた時のベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンコなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンコなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。
したがって徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが
野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき、本日は名古屋港水族館へお越しいただきまして誠にありがとうございます。ご案内申し上げます。ただいま閉館時間となりました。またのお越しを心よりお待ち申し上げます。繰り返しご案内申し上げます。ただいま閉館時間となりました。またのお越しを心よりお待ち申し上げております。 May I have your attention please? It is 5:30 and the Arcadia is now closed. Thank you for coming to the Bottom Nagoya Public Aquarium.